ITIP プラットフォームケイロスの解説動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではパラレル映像編集について解説します。映像の処理を行うケイロスコアには UI となるケイロスクリエイターを複数接続することができます。それによりケイロスコアの処理能力を接続した複数のケイロスクリエイターで共有することができます。例えばスポーツ中継で2台のケイロスクリエイターを使用する場合、ホームチームとアウェイチームがそれぞれの視点で同時に番組制作を行うパラレル映像編集が可能です。ケイロスではコアに接続した2画面構成のマルチビューアーを使用します。マルチビューはフリーレイアウトのため一般的なレイアウトをプリセットしているほか、表示内容を自由にカスタマイズしてお使いいただくことができます。このマルチビューアーはケイロスクリエイター上からも見ることができます。クリエイターのマルチビュー画面ライブビューを選択するとコアに接続したモニターと同じマルチビューが見られます。そのためパラレル映像編集の際にアウェイ側が遠隔地でも同じマルチビューを見ながら編集を行うことができます。このライブビューの使用により離れた場所でもモニター環境を作ることができますので、例えばスタジオとディレクタールームがビルの別フロアにある場合でもリモートプロダクションが構築できます。またマルチビューアーをオグズにアサインすることで映像を出力することができますので、例えば ST2110 で出力して PTP 同期させながら海外にマルチビューを送ることもできます。ケイロスは映像制作、番組制作のみならずリモートプロダクションの中核となるシステムです。Panasonic